新聞記者に殺された女性に対して何をしてやればいい？それはよく考える。現状では新聞記者は死刑だが、執行は自身でやってもらう。この辺が妥協ネタ。その上で彼はその死の宣告に反落するのだ。なら反落者だ、絶対に許さない、と、世界全体が彼に対して敵意を向ける。という状態が、妥協ではある。他は今のところ、あまり思い浮かばないが、面倒だ。それは公式的には過失はない。単に失敗する。誰？というのも、今の自分の状況では、情報が少なくて断言しにくく。じりじりと外堀を埋めている感覚、それはある。彼を守る壁は静かに確実に崩落し続けてはいる。今まで、どれだけのそれがあったのか。そして多分、それが一つのオチになったにせよ。独裁捜索は利益にならない。それは、そのまま、残る。